政府参考人の出席要求にに関すする件についいてお諮りいたします沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府、大臣官房、総合政策推進室、副室長、黒瀬俊文君ほか、9名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。 ご異議ないと認め作用決定いたします沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律案を議題とし質疑を行います質疑のある方は順次ご発言願います有村晴子君自由民主党の有村晴子です 質問の機会を賜りましたことまた西米大臣はじめ答弁準備にあたっていただきました政府閣議の皆様に感謝を申し上げます25分という限られた時間でできるだけ多くの往来をしたいと思いますのでご答弁は本質を簡潔におまとめいただけますすれば大変ありがたく存じますご協力を仰ぎますどうぞよろしくお願いいたします早速本題に入ります いよいよ5月15日には、沖縄が本土に復帰してからちょうど50年の節目を迎えます。戦中、戦後に沖縄がたどった歩みに真摯に思いを馳せ、半世紀続いてきた沖縄振興特別措置法等について、今日は沖縄が置かれた特殊な事情という歴史的側面に焦点を当てて質問をさせていただきますますず最初にに沖縄戦の戦果についいて伺います。 七十七年前先の大戦末期におよそ三ヶ月続いた沖縄戦では筆舌尽くしがたい戦果があり二十万人を超える方々がお亡くなりになっています三ヶ月で二十万人が帰らぬ人となっている哀悼の思いを携え謹んでお伺いをいたしますが沖縄戦ではどのような属性の方々がどのくらい戦死されていらっしゃるのかご説明ください内閣府 原政策統括官、はい、あのお答えいたします沖縄戦における戦没者、約20万人の内訳について、沖縄県の資料では、一般県民が約9.4万人、沖縄県出身軍人軍属が約2.8万人、他の都道府県出身の兵隊さんが約6.6万人、米軍が約1.3万人とされているものと承知をしております。 有村子君、はい、熾烈な戦闘、飢餓や混乱の中で最も犠牲が多かったのは、向こうの沖縄県民であり、次いで地元、沖縄県出身の軍人、軍属であられたことを心に刻みます。 同時に、沖縄県以外の46都道府県からも多くの兵士、6万6千人が沖縄戦で参下をされており、沖縄以外で戦没者が最も多いのは、実は沖縄から最も離れた北海道でありました。私が調べた限り、どの都道府県においても、数百人から数千人、北海道では1万人を超える沖縄戦の戦没者がおられます。 戦争末期国内最大の激戦地となった沖縄に文字通り全国各地から兵士が集結されていた当時の様子が伝わってまいります続いて外務省に伺います昭和20年の終戦以降独立国家としての主権を失った日本はアメリカをはじめとする戦勝国によって6年8か月の GHQ の占領下に置かれました 当時、すでに沖縄の戦略的重要性を認識していた連合国、とりわけアメリカやイギリスは、沖縄に対してどのような統治をすべきだと考えていたのでしょうか、また、イギリスやアメリカの方針に対し、当時の日本政府はいかなる対応を取ったのでしょうか外務省大臣官房、金井参事官、お答え申し上げます。サンンフランシスコ平和条約の交渉過程におきまして 沖縄の主権放棄といった厳しい内容を含みますイギリスの条約案がアメリカ側から内々示されたこともございました。これに対しまして、当時の吉田総理をはじめとする日本側は、日米間の協議を踏まえて作成いたしましたアメリカ案の方がはるかに望ましく、アメリカ案の実現に努めてほしいと、米国側に要望したわけでございます。こうしした経緯も踏まえまえて 1951年9月にサンフランシスコで開催されました講和会議の場におきまして、ダレス米国全県代表が、沖縄等を含む北緯29度以南の南西諸島につきまして、連合国のこの意見の相違にもかかわらず、最善の方法は日本に残存主権を許すことである、旨を述べまして、サンフランシスコ平和条約を締結するに至ったわけでございます。我が国の吉田全代表は 受諾演説におきまして、これら諸島に我が国の主権が残される旨の米国全権代表等の発言を了承する旨、述べた上で、これらの諸島が一日も早く日本の行政のもとに戻ることを期待する旨、述べておられます有村春子君。 すなわち英国は未来永劫、日本から沖縄を切り離すと、主権を放棄させるという案を外交文書によると持っていた、そしてイギリスのそのような考えに対して、アメリカは半ば永続的に永遠に沖縄を 統治しよようううといい考えも当時あったようでございますその中で、せいぜい日本政府ができたのは潜在主権ということでございました。吉田茂首相が署名され、昭和27年の4月28日に発行したサンフランシスコ平和条約によって、日本は晴れて主権を回復し、外交権を持つ独立主権国家として国際社会に復帰しました。今年は日本の主権回復からちょうど70年という節目でもあります。 私は独立国家として主権、すなわち自分の国の統治のあり方を自らが決め、執行する権利の尊さをかみしめ、主権の損する私たち国民が主権を守り続けることの意義を確認することは極めて大事だと思っております。 と同時に、今、ご答弁ありましたように、70年前、サンフランシスコ平和条約が発効して、日本が主権を回復したこの4月28日は、時を同じくして沖縄および鹿児島県奄美群島、および東京都小笠原諸島が本土の動きから止め置かれ、引き続き米国の支配下に置かれることが決定的になったという意味で、厳しくつらい側面を持ちます。同じ日本にあって 国土を同じくする同胞として、このような悲しい分離があったこと、またこの日を屈辱の日として記憶に留めておられる民意が沖縄にあることにも深く思いをいたさなければならないと私自身思ってきました。70年前の4月28日日回復とという日本にとって大事な悲願がが達成された喜びがある一方で この日を境に、国土国民の分離統治が確定したという悲しい側面があることについて、歴代の首相や日本政府はどのような留意をし、沖縄に向き合ってこられたのでしょうか原政策統括官。 はい、お答えいたします1972年、沖縄復帰にあたりまして、制定された沖縄振興開発特別措置法におきましてはです、ね、先ほど先生からご質問ありました、沖縄が先の大戦で,です、ね、文字通り、筆舌にくしい尽くしがたい被害を被ったこと。 その後、27年間にわたり、米国の私政権下にあったことという沖縄の歴史的事情等に鑑み、長年にわたる本土との隔絶により生じた格差の是正等を図るために、沖縄の振興開発のための各種措置を講じるということで、法律の制定があったわけでございます。現行の沖縄振興特別措置法におきましても、この沖縄の特殊事情に鑑みまして、 沖縄振興のための措置を講じているところでございます政府といたしましてこれらの法律に基づきまた沖縄の発展のため様々に意を用いながら沖縄振興に取り組んできたものと考えてございます、はい、有村晴子君、はい、昭和27年に日本が主権を回復してからもなおのこと20年間沖縄では米国統治が続きましたこの間沖縄はいかなる法的地位にあり内外においてはどのような立場に置かれたのでしょうか 金井時間お答え申し上げますただいまご紹介いただきましたとおり、1952年、昭和27年4月に発行いたしましたサンフランシスコ平和条約におきまして、沖縄に対する我が国の主権は残されることとなったわけでございますが、この条約の発効後も、アメリカが沖縄の私政権を行使し、それに伴い、沖縄の住民の方々に、えー、日本国民としての権利も制約される面がございました。例えば 日本国憲法は観念的には沖縄に施行されておりましたけれども、現実には米国が私政権を行使していたため、実効性を持って適用されることはなかったというふうに承知しております。具体的に申し上げますと、沖縄住民の方々は当時も引き続き日本国籍を有していたわけでございますが、本土を離れる際に、琉球列島米国民政府が発行いたします日本渡航証明書が必要であった等の制約があったと承知しております。 また、沖縄では米国以外の国旗、または軍旗を政府庁舎等で掲揚することは基本的に禁止されておりましたほか、琉球船舶は、船舶間の通信に利用される国際信号機、旗でございます、旗を一部改変した特別の旗の使用が命じられていたといった事情もございまして、国籍不明船として、拿捕される等の問題があったと承知しております有村遥君。 日本国憲法も適用されず、日本円も流通しない、国旗日の丸を掲揚することを禁じられ、その後も制約を受け、かといって米国の一部でもない、琉球国という国家が当時存在したわけでもない、まさに主権が発揮できない状態であり、国際的にも極めて不安定な立場を余儀なくされた沖縄でありました。 昭和40年、佐藤内閣で佐藤首相が初めて米国統治下の那覇に飛び立たれ、沖縄の祖国復帰なくして日本の戦後は終わりません、この思いは日本国民すべての思いですということを演説された、まさにそれは当時の国民感情であったんだろうというふうに思います。終戦から27年かから年りましたが ともかくも日米両国ともに銃声を聞かれることもなく、ついに昭和47年、沖縄返還が実現しました。復帰の日、今日から日本人と、教室の黒板に書かれた沖縄県内小学校の様子を、当時の新聞は高揚感を持って伝えています。 そもそも戦争に勝った国が負けた国の国土や国民を統治し、その後、両国の平和的な外交交渉によって、本来の祖国に領土、主権、統治権が返還されるという事案は、国際社会、国際政治において、ままあることなんでしょうか、時に起こり得ることなのか、ほかに似たような事例というのはあるものでしょうか金井参事官、お答え申し上げます。 沖縄返還時に当時の福田武雄外務大臣が国会でご答弁されているとおりでございますけれども、戦争で失った領土に対します私政権、これが話し合いで返ってきた、このようなことは史上まれなことであったと、当時の福田外務大臣も答弁されておられると承知しております。有村子君 今のご答弁では、当時、稀であったというふうに理解をしておりますが、えー、通告のときに伺っている限りは、えー、世界において最も外交をよく知っている外務省において、そのような事例は他に、えー、承知していないというご答弁をいただいております。えー、すなわち、沖縄戦では、米国側も1万2000人、先ほどのご答弁ですと、1万3000人と終わりましたが、私が調べた。あの 自らのデータでは1万2千人を超える兵士の命をなくしています戦火を交えて勝った国と負けた国ではそれぞれの戦没者遺族がおられ全く異なる国民感情や歴史認識が出てきます 戦争によって他国に占領された領土、とりわけその後の朝鮮戦争などもあり、沖縄の戦略的重要性を誰よりも理解している米国を相手にして行う返還交渉は、難易度が極めて高い国際交渉であったと思われます。事実、歴代の総理が沖縄返還の夢を胸に抱きつつも、佐藤栄作内閣が昭和47年に沖縄返還を実現するまでには長い年月を要しました。 ではなぜ、これほどまでにハードルの高い沖縄の本土復帰が実現できたのでしょうか。金井時間お答え申し上げます。1972年にアメリカによる沖縄の施政権返還が実現したことは、その時々の政権によるさまざまな外交努力に加えまして、沖縄県民をはじめとする全国民が戦後四半世紀にわたって抱き続けてきた悲願。 当時の佐藤総理のお言葉を借りれば、民族的な悲願、これを達成するための努力によるものであるというふうに考えております。同時に、まさしく当時、佐藤栄作総理大臣が演説されておられますけれども、沖縄の市政権返還という日米両国の合意は、四半世紀にわたる日米両国の友好と信頼、理解と協力があって、初めて達成された成果であったと考えております。有村春 戦後の米国統治下における数々の苦難にも向き合いながら、日本の本土復帰に向け、長年、にじむような努力を重ねられた沖縄の方々の強い意志があり、沖縄戦で親族を亡くされた全国のご遺族をはじめ、多くの国民が沖縄に心を寄せ続けられ、歴代の政権がほ復前進を続けられ、粘り強い国際交渉によって、ついに成し遂げられた沖縄の本土復帰は、文字通り国民的悲願でありました。 立場や地域は、役割は違いども、復帰、実現に向けてそれぞれの持ち場で尽力された選達の判断は、復帰後半世紀を経る今もなお、歴史の評価に耐えており、現在の沖縄の基盤になっています。 沖縄が晴れて本土に復帰かなって、47都道府県すべてに主権、市政権が日本に戻った5月15日の歴史的意義を考えると、沖縄の本土復帰は、実は沖縄だけが向き合うローカルイベント、一地域の記念行事という位置づけではなく、本来であればもう少し国全体で大事に記憶されるべき歴史であり、まさに人々が絆と望みを紡いで実現した我が国の歩みだと考えております。 平成25年、主権回復、国際社会復帰60年を記念して開催された政府式典には、当時の天皇皇后両陛下のご臨席があった一方、当時の中今、沖縄県知事は、知事ご自身ではなく、副知事を代理出席されるという政治判断によって、沖縄の複雑な気持ちを代弁されています。 ゆえ、令和の時代となった今、沖縄が復帰かなって50年を記念するこの5月の式典にこそ、国民統合の象徴であられる天皇陛下のご臨席がかなうことが肝だと私は考えてきました。昨年12月の参議院本会議において、記念式典は日本政府として、最高位の真心を持って開催していただきたいと訴えたゆえんでございます。 この度岸田政権が沖縄に思いをはせる誠意として、天皇皇后両陛下のご臨席を調整され、正式発表されたことに、心からの敬意と共感を申し上げます。そこで、記念式典に向けてご尽力くださっている西目大臣に伺います。5月15日に予定されています、沖縄本土復帰50年の記念式典に、天皇皇后両陛下がオンラインでご臨席をされることになった意義およびその背景、意図をお聞かせください。 西目内閣府特命担当大臣本年5月の沖縄復帰50周年記念式典については、復帰から50年という重要な節目に、国民全体で復帰の歴史的意義を想起し、沖縄の歴史に思いをいたすとともに、沖縄の魅力や可能性を国内外に発信するため、開催するものであります。この式典についいてはたただま申し上げた開催趣旨や 沖縄県をはじめとする地元のご要望等を踏まえ、東京都と沖縄県のそれぞれに会場を設けた上えで、両会場をオンラインで結ぶ形で開催することとしております。政府としましては、東京都、沖縄県、いずれの会場についても、同様に重要と考えているところであります。このの式典の開催趣旨や ただいま申し上げた両会場の位置づけも踏まえ、天皇皇后両陛下には、オンラインによるご臨席を賜ることとなったものであります。なお、開催趣旨等を踏まえ、岸田総理には沖縄会場にご参列いただくことを予定しており、私も沖縄会場に参列する予定であります。有村子君 大臣ありがとうございますあの沖縄の会場も大事、また日本ということでの東京の会場も、両方にオンラインであの陛下があのおことを賜るというふうなあの背景であることを確認をさせていただきました。資料1をご覧くださいませ 現在政府各省庁では沖縄復帰50年の各種記念事業を検討されているようでございますがすでに財務省からは記念効果の発行が発表をされていますその意義や意図をご説明ください財務省大臣官房彦谷審議官お答えいたします 記念幣は国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行するものであり、このうち金貨につきましては、これまで皇室のご掲示をはじめ、広く国民的、国家的な意義を有する特に重要な行事について発行しております。沖縄の本土復帰は沖縄県民、そして国民全体の悲願である、まさに国家的事業として実現したものでございます。そのの50周年年節目である本年は、 沖縄の本土復帰の歴史的意義を想起し、沖縄の歴史に思いをいたすとともに、沖縄の魅力や可能性を内外に発信する極めて重要な機会であり、今回は銀貨に加えて金貨を発行することといたしました。今回の記念貨幣につきましては、1万円金貨は純金制で、首里城正殿と琉球舞踊の演目である、ちだきを図柄としており、 千鋭銀貨は純銀製で、首里城正殿と沖縄の県庁、野口貝および県下デイ号を図柄としています。またそれぞれの裏面には、沖縄の伝統的な染め物である瓶型をデザインしているところでございます有村晴子君。 あの当時、分離された奄美、小笠原が日本に、本土に復帰したときにも、硬貨が発行されているというふうに理解をいたしております、そのときには銀貨が発行されたと理解をしておりますけれども、今回、50周年ということで、国民的な大事な行事として、金貨が発行されるということを理解をいたしております。復帰から50年を経た今の時代 記憶の風化もありまして、残念ながら、片たなしも国民的な認知度が高いわけでもない沖縄復帰の国民的、歴史的な意義について、より多くの世代や地域の方々にも認知を広げ、50年を節目にして、将来的な真の沖縄振興につなげていくことが大事だと考えています。資料2をご覧ください。昨年春開、開催された超党派の議員連盟、新たな国立公文書館の建設を実現する議連においては、私は、 沖縄復帰50年を記念し、政府が保有する沖縄復帰前後の 外交文書などの公文書を一挙に公開する特別展示を検討していただきたい旨、提案をしておりましたが、先立て、この企画を実現する方向だと、内閣府からお電話をいただきました。議連における提案を文字通り前向きに検討され、1年後、実現に向けて奔走くださった政府、各位のご尽力に感謝をいたします。そこで国立公文書館における沖縄復帰50年記念特別展の意図や特徴をお聞かせください。 内閣大臣官房総合政策室室黒瀬副室長お答え申し上げます国立公文書館では、アメリカ統治下の時代の資料を含めまして、歴史資料として重要な公文書等を保存管理しております。沖縄復帰50周年にあたる本年、公文書を通して、沖縄の本土復帰の歴史的意義を想起し、沖縄の歴史に思いをいたすべく、琉球大学の高良名誉教授の監修の下、沖縄県公文書館とも連携をして、 戦後の沖縄の歩みと、日本政府の沖縄に関する政策を紹介する特別展を開催することとしたものでございます。内閣府といたしましても、今回の特別展は、事、まあ、業を得た大変意義深いものであると認識をしておりまして、多くの方にご覧をいただくことで、沖縄の日本復帰とその後の歩みについて知る機会としていただくとともに、歴史的な公文書を後世に残す意義についても関心を持っていただければというふうに考えているところでございます有村晴子君、はい。 えっと、西名沖縄北方担当大臣は、ご自身が米国統治下の沖縄に生まれ育たれ、沖縄返還前後における社会の激変を自ら経験されていると思います。国立公文書館の沖縄復帰50年記念特別展には、若宮公文書館管理担当大臣とともに、ぜひご参加を検討いただきたい、そして引き続き沖縄応援団の最前線でご活躍をいただきたいというふうにご提案を申し上げます。 えー、沖縄本土復帰から50年を経た今、沖縄における世論の分断に、ただならぬ関心を寄せ、注力をしている人たちの一部は、実は海外の勢力だったりもいたします。世論に対する分断工作は、現下のウクライナ危機においても危機感が高まっている典型的な認知影響工作に該当します。政府におかれては、この点も引き続きご留意をいただきたいと思います。 沖縄がたどった歴史に思いを馳せ、今後も主体性を持って花開く沖縄の真の振興、発展に、温かい絆と真の共感を寄せられる国民世論が熱くなることを念じております。今日の議論を聞いていただいて、西銘大臣の当事者としての、また50年後に担当大臣になられている、その本当にあの巡り合わせも含めての決意をお聞かせいただきたいと思います。 西名特命担当大臣私の世代もこの場におられる伊波陽一委員比賀夏美委員も米国のドルを高校卒業ぐらいまで使って生活をしておったものであります50年の節目に本当に沖縄担当の大臣として今有村委員ご指摘のようにこの場に立っていることに 非常に感慨深いものと同時に責任の重さを痛感しております今のお話を聞きながら改めて気合を込めて沖縄振興50年の節目にこれからさらに一歩一歩確実に期待に応えていかなければならないなという思いを強くしているところでありますありがとうございます有村晴子君 西米大臣のご活躍を念じ現在の岸田総理も初入閣をされたのは沖縄北方担当大臣でございましたその巡り合わせも偶然ではないというふうに信じておりますますますのご活躍を念じてまた沖縄の真の振興と発展に心をあせられるそういう動きが大きくなることを願って私自由民主党有村晴子の質問を終わりますありがとうございました